ニュースをお伝えします。敬愛する最高指導者金正恩元帥の普及の著作、全社会の金正恩金正恩主義家の旗印のもとに女性同盟の活動をさらに強化しようが、ロシアのハバロフスク地方出版社から出版され、15日出版記念会が行われました。金正恩総書記を偲ぶブルガリア委員会がソフィアで発足しました。委員会は偉大な金正恩総書記の逝去6周年に際して、総書記の業績についての討論会、映画会など政治文化の催しを行うことにしました。ロシアの新聞ジャンフトラ13日付に、敬愛する最高指導者金正恩元帥の深い恩情と信頼を並べ、宇宙科学の最先端を極める共和国の宇宙科学者を紹介する記事がなりました。新聞は金正恩元帥の写真も共に載せています。また16日と14日、ロシアのインターネットメディアレノチッチホームページパトリオットナチア、著作民主主義人民共和国は今には世界で一番高いところなどと題した記事と文が、著作民主主義人民共和国国家宇宙開発各国のマークと衛星管制総合指揮所、地球観測衛星三年三四号機の発射の場面と宇宙科学者の写真とともになりました。共和国のナムフン青年科学連合記念所で生産の成果を上げています。記念所では国内の原料と燃料による資料の生産工程の大補修及び能力拡張工事を短期間に終え、10月に1日平均1000数百トンの肥料を生産しました。両方に入っては連日10月の日別生産実績の2割増を記録しています。現在連合企業所では設備をスタンダードで管理し、スキルアップに励んで工程間の連帯を図り、肥料の生産を増やしています。共和国の洛音機械連合企業所で利用価値の大きいコンクリートモルタルの圧倒ポンプを自力で開発しました。重量5800キロのこのポンプは最大の垂直距離350メートル、水平距離1600メートルまでコンクリートモルタルを送り込むことができるとのことです。超高層ビルや橋、道路などの建設を早いテンポで続けられる利用価値の大きい建設用の設備と評価されています。連合企業所ではこの圧倒ポンプのロット生産の準備に拍手をかけています。朝鮮労働党中央委員会政治局委員で、朝鮮労働党中央委員会副委員長の朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議外交委員会リースヨン委員長が22日公聴中のジョナサン・パウエル国際仲裁機構最高コーディネーター率いる欧州の超党派政治家代表団に会い懇談しました。世界衛星施設の日にちなんでの討論会が22日、平安の人民内閣省堂で行われました。都市経営省、保健省、農業省、人民内閣省堂、関連部門の人と、中長国連常駐コーディネーター兼、国連開発計画常駐番長、国連児童基金、世界保健機関、欧州連合協力団協部、スイス外務省協力事務所、共和国で業務に当たっている国際赤十字赤新月社連の代表団の人たちが参加しました。討論会では発言について、世界衛星施設の日の由来、農村地域で排泄物の安全な処理のことというタイトルの発表がありました。参加者は、農村で衛星施設の改造に関する科学映画を見て、子どもたちの芸術公演を鑑賞しました。地質と研究組織代表団と代表が、金正恩主席生誕の地、農村で訪れました。また一行は中央動物園と平壌カバン工場などを見ています。
国際仲裁機構のジョナタン・パウエル最高コーディネーター率いる欧州の超党派政治家団長団が22日平壌に子ども食品工場を見ました。一行はまた平壌に小豆工場も見ています。22日、ソソンアジア太平洋平和委員会スポークスマンが声明を出しました。21日トランプがホワイトハウスでの閣議で共和国に対するソロが国家再指定を強行発表する暴挙を働いたことを受けたのものです。声明はトランプが諸村に対するテロ支援国家再指定はすでに久しい前に講じるべき措置だった。北は核でもって全世界を脅かし、手段と方法を尽くして国際的なテロ行為を支援する発言政権などと冒頭そのものの基盤を並べ立てた。そして今回の措置について北はもちろん北と取引をする国々と個人に対する最高レベルの追加制裁とプレッシャーの措置が次々と講じられるだろうと言った。諸村に対するアメリカのテロ支援国家再指定はそれ自体が何の根拠も妥当性もない不法な特大の政治的挑発だ。トランプがまたもや宣戦布告も同じ特大の挑発をした以上、強襲傍観する諸村の軍隊と人民ではない。トランプは共和国を悪魔に一言を取り付けを失礼そうとするほど、それだけアメリカが高い代償を払うことになるということをはっきりとして無分別な対朝鮮制裁圧迫と強盗そのもののテロ支援国家再指定の措置を直ちに撤回すべきだ。アメリカの行動移管によって共和国の今後の対応措置が決まるだろうことを覚悟すべきだ。その機会を借りてアメリカの操り人形を中堅となって必死で上司の機嫌を取っている日本の安倍集団と日本朝鮮当局にも前途が懸念されればそれ以上見苦しく振る舞ってはならないということを警告すると述べています。アメリカのトランプギャング集団がテロ支援国家再指定と追加制裁を運営して共和国を押しつぶし策動に一層躍起になっています。ホワイトハウスの老いぼれた狂人トランプは21日の閣議で共和国に対するテロ支援国家再指定を強行発表しました。トランプはこの度の措置が北朝鮮政権を孤立させるための反乱の圧迫政策の実現に助けとなるだろうと悪口を叩きました。この日国務長官のトラーソンのホワイトハウスでのブリーフィングで北朝鮮の並び者政権に対する制裁を一層強めると猛言を吐きました。一方アメリカ防衛省は22日核および弾道ロケットの開発を理由に共和国に対する追加的な独自制裁の措置を取りました。南朝鮮のインターネットメディア民族日報21日付に共和国を狙ったトランプの戦争行為に諸肌を脱いでいる安倍という社説が載りました。社説は日本の軍国主義の復活を夢見ている安倍は共和国を狙ったトランプの戦争行為に追従し口さえ開けば対朝鮮制裁の強化を運営している。安倍は北の核ミサイル脅威への対応の名目で憲法第9条を改正し侵略武力の強化を合法化しようとしている。愚かにもトランプの戦争行為と諸村の失礼政策に追従し進んで当て馬の役を続けるならトランプと過密の運命を共にするだろうと述べました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は政治部で終わりました。こちらは諸村の声放送です。